九州電力によりますと、今日午前、玄海原発4号機で行っていた定期検査で、非常時に使われる給水ポンプ2台のうち1台が、自動で機能しない不具合が発生していたことを明らかにしました。電気を送るスイッチの役目を果たす遮断機を交換したところ、ポンプが機能したということです。周辺への放射能の影響はなく、九州電力は詳しい原因については調査中としています。